はい、アポロです。いつも見ていただきありがとうございます。今日はですね、コンテンツの売り上げを上げるコツという話をしていきます。コンテンツ販売、コンテンツビジネスでこう売り上げをね、伸ばしていきたいと思うときにどういうふうにすればいいかってことなんですけど、このデジタルコンテンツっていうものはちょっと特殊というかね、普通のこうビジネスの常識と若干ずれてるところとかがあるんですよ。そのコストがかからない、在庫もいらないとかっていうね、ことがあるんで、普通だったら手を出さないような分野に商品を作ってもいいってことなんですよね。だって普通だったらそういうところに商品を作ったら売れなかったら、赤字になるし在庫もかかるしってことがあるけど、コンテンツに関しては別にその生産コストっていうのは一切かかってないわけなんで、仮に売れなくても問題ないと。でもそういう小さいニッチ市場でも、一定数のね、そういうマーケットはあるわけですよ。だったらその人たちが買ってくれるから、作っといた方がいいとかね、普通のビジネスだと通用しないような常識が通用したりとかっていうのはあるんですけど、今回はね、それに、付随するというか、になるんですけど、コンテンツの売り上げをですね、どういうふうに上げていこうかっていうことなんですけど、コンテンツの価値ですよね。価値。これを上げていけば、売れるわけですよ。で、価値って、人それぞれその感じ方が違うじゃないですか。どういうものにね、価値を感じるかって違うし、コンテンツに関しては、デジタルコンテンツに関しては、なんですか、物質的価値というかはないわけですよ。だってデータなわけだから、例えば本とかだったら一応物質的価値は数十円とかあるじゃないですか。紙だし、ね、一応なんか印刷してあるし、カバーとかついてるし、だからあの物自体の価値、その情報とかじゃなくて、物自体の価値っていうのは、数十円とかね、価値があるわけですけど、デジタルコンテンツに関してはその実体がないわけだから、物質的価値ってゼロなんですね、基本的に。こっちの機能的価値って言われる方、どういう情報が得られて、どういう結果が得られるのかっていうのが全てなんですけど、これを上げていかないと、売れないわけですね。みんな別にデータが欲しくてデジタルコンテンツを買うわけじゃないんで、やっぱりその機能的価値、どれだけの結果が得られるのかっていうのを、重視してるわけですけど、結構ですね、この価値って簡単に上げることができるんですよ。普通に考えて、質を上げると、価値が上がるんじゃないですか。ですよね。でも質を上げるってそんなに簡単にできないんですよ。やっぱりこう自分のね、ベストを出して、その時の全力を出して作ったコンテンツのさらに質を上げてくださいって言われても、自分のレベルがね、上がらない限りなかなか質を上げるって難しいんですけど、コンテンツはね、これで質、価値が上がるんですね。量を増やす。ボリュームです。例えば、デジタルコンテンツとかね、そういう情報コンテンツを買ったことある人は分かると思うんですけど、例えば、この商品を買ったら、こんな特典がついてきますみたいなのってあるじゃないですか。そういうのって、特典、5大特典とかね、7大特典とか、すごいいっぱいこうついてますよね、特典が。でも、特典そのものを一個ずつ見ていくと、実は大したことない特典だったりするわけですよ。別にね、そんなこう、もらってやったーって思うような特典って少なくて、大抵の場合は、ちょっと嬉しいぐらいの特典なんですね。数のマジックというか、たくさんあるから、なんかすごく嬉しい気分になるんですけど、一個一個の特典を精査していくと、実はそんなにね、別に大して欲しいとも思わないような特典だったりとかっていうのがあるんで、このコンテンツはですね、この数、ボリューム、これで価値を上げることができるわけですよ。例えば、こう PDF レポート250ページとかってあったら、わ、すごいと思うじゃないですか。でも、その書いてある内容自体は全然大したことないとか、大半はね、不要な情報で、そんなに別にね、自分にとって必要じゃないものっていう可能性もあるわけじゃないですか。
でも PDF250 ページって書いてあるだけで、なんかすごくこう価値があるっていうふうにこう錯覚してしまうわけですね。だからそういうふうにこう数とかボリュームとかそういうものを使って価値を上げていくことができるわけですよ。だから PDF レポート250ページとかって言われるとちょっと欲しくなるじゃないですか。そんなにいっぱい情報があるんだったら欲しいなとか、あるいは動画コンテンツ例えば8時間とかね、その動画コンテンツ例えば1時間の動画コンテンツと8時間の動画コンテンツがあった場合、やっぱり8時間の方が欲しいと思うじゃないですか。でも実際は1時間あれば十分の内容で、残りの7時間はどうでもいいようなことをぐだぐだ喋ってる可能性もあるわけですよ。そうすると8時間のコンテンツの方が時間効率が悪いですよね。1時間で吸収できた話を8時間もかけて聞くわけだから、時間効率としては1時間の方がいいんですけど、でもやっぱりこの数というかボリュームによってやっぱりその欲しいっていう気になるわけですね。欲しい、これをいかにこう作り出すかっていうのがデジタルコンテンツは重要になってくるんですけど、その見せ方としてやっぱり質を上げるっていうのは難しいので量を増やすんですね。だから電子書籍とかを書く場合もやっぱり30ページの電子書籍とかってそんなに価値を感じないというか、いいことが書いてあってもやっぱりなんか物足りないじゃないか、30ページとかって。それでなんかすごい満足しましたっていうのはなんかこう、まあいるとは思うんですけど、一般的にはそういうのってあんまないし、でも150ページとかあってその中にいいことが書いてあったらすごく価値があるなって思いますし、例えば30ページの本と150ページの本が、同じ値段で売られてたら多分150ページの方を買うと思うんですよ、みんな。なんか30ページにねその金額払うのなんかもったいないなとかって思うと思うんですよね。だからこう量を増やす、電子書籍で言うならばこうページ数を増やすとかねするわけですよ。僕の場合だとこう本の概要欄があるじゃないですか。商品ページにこの本はこんな本ですよみたいな、ここにまあ本の画像があってタイトルがあって、でまあ簡単にこうねディスクリプションがあるじゃないですか。この部分って4000文字入れれるんですけど、ここに目次とかを書いたりするわけですね。4000字全部埋めるために文字数を稼ぐっていうのもあるんですけど、僕ってすごくいっぱいこう目次ずらーっとこう1章から10章とかってね、で1章の中にこれがバーってあるっていうふうに書いておくと、すごく見た目のボリュームがたくさんあるっていうふうに思えるんですね。あ、こんなにいっぱい書いてあるんだこの本にはっていうふうになるから、欲しいっていう状態がねできるんですよ。まあ30ページとかの本に目次書いても大した量じゃないから逆効果になる可能性があるんですけど、150ページとか200ページ近い本で目次一覧みたいな感じで第一章丸々で、その第一章の第一個ねバーッ何個一章につき例えば5個ぐらいそういうのがあって、それが例えば8章とか10章とかあったら、それを見ただけでうわすごいってなるじゃないですか。でもその全ての情報を必要としている人って多分いないんですよね。その中の本当に必要な情報って一部なんですけど、でもそういうエクストラな情報がいっぱいあることによって欲しいと思うんですよ。普通の本なんかを考えてみても、やっぱりこう150ページとか200ページとかね本があるじゃないですか、紙の本って、でもあれがもしもうちょっと薄いものだったら多分そんな売れないと思うんですよ。やっぱあれだけのボリュームがあるから、まあ、これぐらいのお金を払ってもいいかなって思うと思うんですけど、それがもし本当にね、重要な部分だけをこう取って30ページとかの本で同じ金額で売られてたら多分買わないと思いますね。それはやっぱりこの消しちゃいましたけど 数のマジックというかボリュームなんですね。だからコンテンツの売り上げを上げたければ、まあ、ボリュームを増やすところですね、するとやっぱりもう価値を感じてもらえて、この欲しいっていう状態が作れるので、まあちょっとね、コンテンツ販売始めてなかなかこう売り上げが上がらないなっていう人は、まあ量を増やす、ボリュームを増やすやってみてほしいと思います。PDF だったらそのページ数がね増えるとか、あるいは動画コンテンツだったらその時間が長くなるとか、そういうふうにするとやっぱり欲しいっていうふうに、思うので、ぜひねやってみてほしいと思います。では今日は以上です。最後まで見ていただきありがとうございます。